はい、おはよう、ジャン君。ジャン君、朝から毛がものすごく舞っています。今日はあれにしようかな、竹のラグに切り替えようかね。はい。竹のラグにすると、こびりつきがなくなると思うので、掃除機がバンバン吸ってくれるんじゃないでしょうか。はい。はい、はい、はい、パンちゃん、うん、すごいね。たらこっちでやりたいんだけど、まあ違和感ありですか。ポンちゃんもやりたいけど、今ジャン君の毛がついた。はい、わかりました。こっちね。いなくなっちゃったじゃん。ポンちゃんまで、私もってそっち行っちゃったよ。ジャン君、尻尾に毛が溜まっています。これすぐ取れるんだけど、めちゃめちゃ取れるんですけど、なんか黒猫みたいだけど、紅玉、紅玉、また、いただき物してしまいました。紅玉よかったね。紅玉ありがとう。大好き紅玉。ちっちゃくて可愛いね。はい、そしてポンちゃん来た。ポンが来た、はい、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。まだポンちゃ ん早い。これ何、これなんだろう。プチフィナンシュミックス、フィナンシェ、フィナンシェ、なんだろうかい、の甘いやつ。焼き菓子。あ、食べたことあるわ。うん、私が好きで時々、ね、
ちょっと周りが硬くて、はい、中が柔らかいふわってしたやつで焼いた感じのやつ、ね、めっちゃ好き。ありがとうございます。そしてこっちに振るとサバ缶、なんかおしゃれ、うん、うん、おしゃれなやつだよね。しゃれたサバ缶の隣にポンチェン。そしてこれは面白キャンディっぽい、あ、杏仁豆腐だ。そう、杏仁豆腐と3種類って書いてあるよ。へー、3種類。へーへーへー。なんか一見、うん、佐久間のドロップみたいな入れ物なのに、はいはいはい、なんだか新しい、なんかね、時代が変わった感じのね。とバナナとマンゴーと杏仁豆腐。おー、ほうほうほう、はい、はい。そしてニンニク、ザーサイ、珍しい。ねえ、どういう感じなのかな。なんかうまいんだろうというのがわかるね。めっちゃ大きい瓶。そしてべっこう飴。これ動物の顔が気になっててかわいいよ。はい、はい、ありがとうございます。そしてこれが、はい、柔らかりんご。あ、ドライフルーツなんだ。あ、はいはい。柔らかい飴のりんご飴かなと思ったら、うん、かわいい、はい、美味しそう。そして焼き、焼きサバご飯の素。焼きサバご飯の素。これとこれがちょっとシンクロしてるのかな。あ、本当だ、ね、これでご飯の、ご飯を焼きサバご飯みたいにしてそこにご、うん、サバを乗せたらいいのかな。サバサバするのかな。これが入れてご飯を炊くやつ、うん、そういうことだよね、うん、炊き込みご飯っぽい感じですね。そうそうそう、サバで、はい、うんうん。そして珍しい豆乳ドレッシング。これマオイさん好きそうだ ね、 うだね、母とマオイさんだね。ごま油ガーリックドレッシング、うん、これはまあ黒犬おじさんだ ね、 ね、そしてだし道楽。誰ってずっと言ってるから誰とは使われないけど、これはいろんなことに使いそうです、はい、美味しいです。そして桃と蜂蜜味なんでしょうか。これってフルーチェみたいなことかな。牛乳で、あー、そういうことか。牛乳で作るフルフルっていうやつ、はい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 、なんかちょっと豪華 な、 なんか懐かしいというか、僕が子供の頃こういうのなかったんだよね。あ、そう、なんとなくそんな感じがする。私は子供の時よく作った。はい、進みます。これは紅茶かな。ティー、ティースなんでしょうか。ティーアースって書いてある。はちみつなんとかって書いてあるけど、大地の恵みという意味、ここ愛が込められた、読めないんですけど、あ、なんとかティーになってる。蜂蜜紅茶ってことかな、うん、はい、カップ一杯の至福を味わってください。やったー、好き好き、うん、そうやね、好きな。そしてまたちょっと面白いお米の麺、フォーだね。あ、フォーだね。フォーのなんかだね、グルテンフリー、あごだし、なんか凝ってるね。なんかね、体に良さそうなものが多いね。そうね、はい。そしてペヤングネギ塩マヨ。ね、初めて見たこんなの。珍しいね。初めて見、なんかでもネギ入ってると美味しそうだよね。はい、美味しそう。2人前ね。うん、そこへネギラー油。このちょっと辛いやつ。それも美味しそう。はい、なんだかお腹が空いてくるパラインナップです。あ、あとなんか、はい、マスクもある。あ、涼しいマスクか、かわいいの。これは、家でもマスクをしなくちゃいけなくなった黒犬おじさん。水に濡らして絞って振るだけでひんやり、はいはいはい、そういう材質最近あるもんね、うん、よく首に巻いたりするやつ、ね、かわいいね。猫ちゃん、黒猫さんと、はい、インコさんとサメ。ありがとうございます。その下のもね。そしてこれが、はい、ひんやりスカーフですか。今のと同じやつですね。そう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 。はい、どうもありがとうございます。あ、これは？はい。これは後で開けまーす。いつものガチャガチャです。ガチャガチャ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。こうやって引きで、はい、ポンちゃん。あ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんどこに行く？ポンちゃんそっち行くの？顔、あ、あれ？ポンちゃんどうした？あっち見てごらん。ポンちゃん、ポンちゃん。うん。あ、行っちゃった。じゃん、はい、今あそこに入ってるよ。はい。はーい。ガチャガチャの中身こちらになります。にゃんちゃんくんが興味津々。じゃんくん、これちょっとここに置くね。はい。ここに置いて、これは
は何かというとケーブルにつけるにゃんこみたいです。うん、もう一人は黒猫ちゃんです。はい、こうやって寝転がってこれね、この手のところに、この子は手のこうなってるところに線を入れて、うん、あ、これに入れてみる、やってみようか、うん、あ、入るかな、ちょっとケーブルより太いから入らないかな、あ、ちょっと難しいかな。よいしょ、よいしょ、あ、難しいかも。はい、こんな感じ、ここにこうということです。じゃんくん、じゃんくん、後でやってみるね。は、この上に乗せればいいの、ええ。ここか、あ、ちょうどいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポカロイトっていうキャラクターが。当時はそのミックミックにしてやんよとか、さっきの一番初めのキャラクター性をすごく前面に出した、ちょっとだからインドア的、インドア寄りな文化だったので、あんまりこう親とか友達に言えないような感じで、こっそりだから実家のパソコンでちょっと調べちゃダメなサイトを調べる感じで、こう初音ミックミックエッチな本読むような感じで、なんか親に隠れてもう読むぐらいの気持ちでこう入れたら、その初め初音ミックの消失っていう曲があるんですけど、初音ミックの曲ですごく早口の曲で、なんだこれはと思って、もうこんな素晴らしい音楽の文化があるのかって、